日本近畿地方大阪府八尾市東山本町、東山本町は大阪府八尾市の地名。現行行政地名は東山本町1丁目から東山本町9丁目。住居表示は実施済み。この地域は現住所表記に変更される前は大技満、元寺だった地域であり、旧大技満元寺地域には東山本町のほか現在の東山本新町の 大半も含まれる。両政国一覧機内河内国、高安郡万願寺村現在は、万願寺の地名は存在しないが、かつての地名の由来である万願寺と呼ばれた寺が、恩知川の東、現在の東山本町八丁目あたりに存在していたとされる。しかし戦乱や恩知川の氾濫が旅重なって、いつしか廃寺となったと考えられ、河内市に廃寺と記されている以外に文献が、 存在しないとされる。安土桃山時代頃に、集落の本村を恩知川の西側に移し、住吉大社より文霊を勘定して祀ったのが、現在の東山本町二丁目にある住吉神社の起源である。江戸時代になると万願寺地域は、幕府の天領となり、旗本、大久保家が守るの支配地となる。18世紀初頭に山戸川の川違いが行われ、西を流れる。 玉串川の跡地が神殿として開発され、その頃に村名が一万願い寺に変わっている。19世紀になると、水利権の争いを発端として、上野島村内の総村だった式部村が分村し、北垣内に小野県出身者の御神体を祀ったのが、現在の式部宮小野県出身者である。同じ頃に、新家村も分村して、住吉神社の氏子となっている。この頃に、 旧万願寺地域の範囲が固まっている。地域は三つの神社と万願寺本村、南の辻、神家、五稜四季部の四つの主な総村で構成されていた。文化九年から小田原藩支配置となる。1889年4月1日の市町村制施行により、中高安村大技万願寺となる。その後高安村八青市の大技となり、 現在は、東山本町と東山本新町となっている。八尾市の中央部、近鉄河内山本駅の東側とうんち側に挟まれたあたりが、旧万願寺集落があった地域で、旧高安郡にあった集落としては一番西の定地に位置する。厳密には、高安の一地域であるが、山本駅に近く、駅周辺を含めた、いわゆる山本地域に包括される。 現在は周囲を含めて市街地と化している。近鉄市議選の少し北側に旧街道が東西に通り、この辺りが旧本村で、集落内に住吉神社があり、北に東山本町公街道がある。少し北に八幡神社があり、さらに北に四部小野県出身者がある。地域の東に恩地川が南北に流れている。 地域内で高安山から流れる八幡川が、東西にまっすぐ流れ、中高橋のすぐ南で温知川に交流する。温知川の東、七丁目あたりが、かつての新家の辻である。旧王あざ万願寺のうち、近鉄市議選より、南は現住所表記の東山本新町となる。かつては、田畑ばかりで集落のなかった地域だったが、ほとんどが住宅地として開発されている。 2020年3月31日現在の世帯数と人口は以下の通りである。国勢調査による人口の推移。国勢調査による世帯数の推移。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。2016年現在の経済センサス調査による事業所数と従業員数は以下の通りである。東山本町地域内では、 古くから夏季に布団太鼓を担いで、村中を練り歩き、神社に奉納する夏祭りが行われている。当初、住吉神社が創建された頃に神輿による祭りが、宇治古州により模様されていたが、中世から近世にかけて村一が拡大すると、各神社、各創村合同による統一祭礼となった。1941年に、中高安連合青年団が組織されると、 満願寺地区においても、布団太鼓の運行は、宇治湖州から青年団に委ねられた。戦争による中断や老朽化により四地区が、揃わなかったりした時もあったものの、現在は四代揃って、毎年7月の最終の土、日に行われている。ABC、超低地別人口、世帯数。八尾市。2020年5月6日へずらん。AB、 東山本町の郵便番号。日本郵便。2019年8月15日閲覧。市外局番の一覧。総務省。2019年6月24日閲覧。住居表示の実施区域一覧。八尾市。2020年5月6日閲覧。AB。平成7年国勢調査の調査結果引く。男女別人口及び、世帯数町長。あざと。 総務省統計局。2019年8月16日閲覧。AB、平成12年国勢調査の調査結果引く、男女別人口及び、世帯数調長、あざと。総務省統計局。2019年8月16日閲覧。AB、平成17年国勢調査の調査結果引く、男女別人口及び、世帯数調長、あざと。 総務省統計局。2019年8月16日閲覧。AB、平成22年国勢調査の調査結果引く、男女別人口及び、世帯数調長、あざと。総務省統計局。2019年8月16日閲覧。AB、平成27年国勢調査の調査結果引く、男女別人口及び、世帯数調長、あざと。 総務省統計局。2019年8月16日閲覧。住所からの広告一覧。八尾市。2020年5月6日閲覧。平成28年経済センサス。マイナス活動調査。事業所に関する集計産業横断的。集計都道府県別結果。総務省統計局。2019年10月23日閲覧。 郵便番号を2019年度版、日本郵便、2019年11月4日閲覧、ありがとうございます。